ベンガル地方は、ガンジスガーとブラマプトラ川の下流にあるデルタ一帯を占め、インドの西ベンガル州とバングラデシュが含まれる南アジア北東部の地域。歴史的に古い地域で人口も多いが宗教的対立によって、今日ではインドとバングラデシュによって分断されている。世界有数の米とジュートの産地でもある。住民はベンガル人が多く、 ベンガル語が話される。ベンガルの故障は13世紀以降にアラブ人、ペルシャ人の間で使われるようになった言葉であり、それをヨーロッパからの植民地会社も使用するようになって広く定着した。それまで使われていたこの地域を示す言葉は、ベンガル地方の東部を指すバンガと西部のガウルであり、マハーバーラタでもその名が使われている。また、 その東西を合わせて故障するときには、バングラという言葉が用いられ、それは、後のバングラデシュという国名の由来になった。マガダ国、アンガ国、バンガ国、プンドロ国マウリア朝、シュンガーサグップタ朝、バルダナ朝、パーラーセーナ朝、ベンガルスルターーガームガル帝国、ベンガル大使、ムルシダーバード大使、ベンガル遠征で、マラウター同盟が進行してきた。 イギリス領インド帝国時代には、ベンガルン区が置かれた。現在の西ベンガル州とバングラデシュのほか、ビハール州、オリッサ州、ジャールカンド州、アッサム州、メーガーラヤ州、ミゾラム州、ム州ナガランド州を含んでいた。ベンガル大飢饉、人口の3分の1の1000万人が死亡。1905年に、ベンガル分割令が出されたが、1911年に、 ベンガル分割令は撤回された。1919年、モンタギュー・チェルムス・フォード改革。1937年から1947年までは、ベンガル自由州が置かれた。1947年に、ベンガル分割。イギリスからの独立交渉の際、パキスタン側のムハンマド・アリー・ジンナーは、ベンガルとパンジャーブ全域のパキスタンへの帰属を、 要求したが、完全な独立と引き換えにベンガルとパンジャーブの分割を飲んで、東ベンガルとパンジャーブ州がパキスタン領として成立し、西ベンガル州とパンジャーブ州はインド領となった。1955年、東パキスタン。1971年、バングラデシュ人民共和国臨時政府。1972年、バングラデシュ。66%が、 イスラーム教と33%がヒンドゥー教徒である。ほぼ全員がベンガル語を話し、わずかな人口がヒンディー語、ウルドゥー語、チャクマ語などを話し、一部の少数民族がサンタル語やネパール語を話す。公式な場では英語もよく使われる。ありがとうございます。